このゲーム昇格のかかった大事な大事な一戦となります。そのためには勝利が必須。サポーターの期待に果たして応えることはできるのでしょうか。注目のマッチです。サポーターの熱気をダイレクトに感じるこのスタジアム、どんなゲームが繰り広げられるのか注目しましょう。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。このゲームの入り方は大事になりますよね。立ち上がりでつまずくと後手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね。どういった立ち上がりになるんでしょうか。スピードアップしたいですよ。ここはバレると危険な位置。ユカエルナンデス、いい守備で奪う。オブラク、大きく前線へ。スルーパスを出すと呼んでいた。シュート、決まった。先制、いやーよく反応しましたね。これはポジショニングが良かったですよね。セカンドボールの反応はあらかじめ予想しておかないと反応できないですからね。イメージ通りだったんじゃないですかね。価値のあるゴールが決まりました。やっぱりホームの試合は起こしたくないですから、先制して主導権を握るというのは非常に大きいですね。そうですね。こぼれます。上げてくる、キーパー触る。柔らかいボール、これは合いません。さあ繋がるか。このボールをカットします。カゼミロ、このボールに触ります。裏へ届くか。ここは繋がりません。裏を狙っていきます。もうこれいいですよ。これ仕掛けるか。これは奪い返します。残ってる。いやー展開早くなってましたね。柔らかいボール、これはオフサイドです。スルーパス、ネイマールへ。来た。これは素晴らしい反応でした。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。ポーランド、やはりこの高さは武器になります。裏のスペースを狙う。いけるか。コース空いた。これを読んでいた。守備陣クリアの対応です。長いホイッスル、前半終了です。結果前半1対0。北澤さん、前半の印象をお聞かせください。アウェー側としては任されて中盤でカットされてやられてるっていう印象ありますよね。1対0でリード、後半に向かいます。